グエルッテに対するみんなの反応集。信念とか考え方とかビムの息子らしくないなぁと思ったら、行動とかはすごいビムの息子っぽいとか、なんかいい感じにジェタークっぽいところとジェタークっぽくないところが同居してるなって20話見て思った。ビムも若い頃はこんな感じだったのかもしれない。ケナンジの生死も聞かずに飛び出しちゃったのは実にビムの息子だった。10にはビムって思ったけど、よく考えたら5話のグエルも同じ感じで飛び出してたよなっていう、あの頃からイノシシなところは父親そっくり。まあケナンジもしょうがないな、若社長はみたいな感じだったし、部下が止めても首根っこ掴んで飛び出していったビムよりは。グエルが脱出した時ちゃんと受け止めてくれる人がいる前提で出たように見えるから、組織を味方にしたところは完全単独そうな父親と違うかも。行動力はビムというかジェタークならでは。奪うだけじゃ手に入らないと理解しているけど、暴力で解決できることは暴力で解決しそう。前までならできたけど今はもうできんと思うよ。気取られる前に動けと言われたのに速攻で武力決めてるじゃん。相手にはもう気取られてるけど、さすがにちょっと都合しんすぎたな。でもちまちまやらなかったおかげで、相手を逃さなかったファインプレイでもあった、イノシシだけど。問い詰めるために出てきたが、シャリクが威嚇的に接近すると近寄らないよう警告した。怒ったけど、最初から絶対叩いてあげる、という考えではなかったんだ。というかシャリクの対応が早すぎるんよ。クイーンハーバーの事件前には感づいて行動してたのに、あれで間に合わないならどうしろと、って思ったもん。前回の流れでグエルがプリンスとホルドのつながりに気づいたことまでシャディクが分かってるって思ってた人そんなにいなかったと思うしねー。エスパー通ってくらい行動早い。イノシシだけどビムがいつもほぼイノシシならグエルはコック式。熱くなりやすいけどずっと暴走しているわけじゃないし、素は静かなところもある。わかりやすさと爆発力はビムの息子。やはりミオリネがパートナーなのは最善なんじゃないか。思想がヒーローすぎる。だからシャディク筆頭に視聴者からも理不尽な理想や期待を押し付けられる。正直会社の復興を第一目標にしたのは現実見た証拠だと思うわ。15話がメッキ剥がれたらダイヤモンドみたいだった男だったから。火山のような男だと思う。噴火するまで溜まっているのは分かりづらいことが多いのに、噴火はでかいし噴火した後はまた静かになる。素のジェダークに繊細と自罰的思考と英雄属性つけた感じかな。アタッチメントが強すぎる。AI から制御奪ったり生死を振り切ってエランと決闘してた昔のグエルを思い出したわ。成長してだいぶ落ち着いたけど、こういうところは変わってないんだな。飛び出すところまでは冷静じゃないけど、飛び出してからが異常に冷静になるのは何なの。こいつ感情的なのにモビルスーツ操作はどこまでも冷静。親父と一緒や。一気でも恐怖のあまり涙を流しながらしっかりと操縦して仕留めたからね。ちょっと怖い。泣きながらカチャカチャ動かしてたのはシュールな笑いが少しあったと思う。死にたくないって泣きながらの初実戦でも最適な動きで親父を仕留めたやつだ。面構えが違う。自分が超ひどい目にあったテロの主犯推定が目の前にいるからな。しかもそれが同じ学校にいた、よく知ってる顔。ラウダもだけどすぐに頭に血が昇る家系なんだと思う。ラウダは基本的に口だけだから。ジェダークらしい行動力と直情はあるけど、目の色とかいじいじ癖がないからジェダーク一族ではあるが、変わってるタイプだと勝手に妄想してる。美点と欠点が同居してるところはジェタークだよ。いいところと悪いところが一緒。思い立ったら即行動、ずっこけたらそん時に考える。生地ある程度リカバーできるだけの力があるから取れる選択だよな。リカバーしきれず転落してる部分もあるのにやめようとしないのはちょっと笑うけど。そこはお坊ちゃんと生まれながらの持てるものだったからこその強さと思うが、15話はそれで説明できるかな。シーシア助けた時が一番わかりやすかったよね。後から自分の気持ちを整理できたが、衝動で人助けしようとしてた。社長業が今後どういう感じになっていくのかは気になる。真面目なのはわかるんだが、まっすぐすぎるというか。ドラマ CD 見ると良きトップになれそうな資質はあるが、グエルオンリーだったら経営のこと仕込まれる前になっちゃったから無理そう。皆から信頼はされるんだろうが、汚いことがあんまできなさそうなイメージはあるな。親父はそこら辺を退学後に教えるつもりだったのかもしれんが。コクピットに座ると冷静になるの、ハンドル握ると乱暴になるやつの正反対でちょっと面白い。訓練の成果だったりするんかな。コックピットで感情的になるのって危ないし、なんなら致命傷になりうる。グエルって音質破壊前のガチギレジ、静かな顔挟んであるからすごく怒る前に一回冷たくなる印象ある。カッとなりやすいが、一気に怒りが頂点に上がるのでどんどん冷静になるタイプ。今回は家族のことだったので地雷ど真ん中だったのもある。ついでに怒ってる時に冷静な横槍を入れられたらあってなる。それグエルのせいじゃないだろって分まで真面目に受け止めてく。ってしてるとこ好きだけど、こいつの扱いひどすぎるだろ。シャディク見つけた途端ダリルバルで出撃が爆速だった。さっきまで回数も来てなかっただろ。回答かよと思うくらいの早き前。あそこラウダと同じ反応しちゃった。実は数十秒くらい無意味にカット入ってたのでは。
ラウダがちょっと視線外したら一瞬で消えてラウダがえ、って外見たら飛び出してたの笑った。ドミニコスも一切気づいてなかったの草生える、ビムはディランザを出せ。定位置を段階を踏んでるのに今のところグエルの単独出撃を止められたやついない。AI 強すぎだろ、前はあんなにポンコツと言われてたのに。頭で考えて行動したわけじゃないのに人を助けちゃうの、そういう風にできてるんだなとしか思えないんだよな。グエルはそういう生き物だとしか。そう書くと英雄やヒーローの生態みたいだな。最新話のグエルは最終的に落ち着いてたのが印象的だった。シャディクと会話してるうちに頭冷えたっぽいな。シャディクの方がだいぶ熱くなってたからな。ミオリネの時といい相手が感情的になってると冷静になるタイプだ。止まったら死ぬ生き物。スレッタの助っ人断ったりしぶしぶ止まることはあるよ。エンブレムは獅子だけどマグロのような生態なのか。ラウダはニールだったから止まれるのか。ビムもこれを繰り返していくうちに周囲の人間が5分を言うようになっちゃったんじゃね。5時のせいでとんでもないことになってる。不運じゃなくてブーンだよな。5時なんだろうけど不運願われてるビムで草生える。最悪5変換で笑っちゃった。不運だったね。ダメだ自分で5時っておいてつぼったごめんビム。シャディクにまでお前ミオリネに先にサリウス確保しろって言われんかったんか。って言われたのは草。グエルのまっすぐなとこが嫌い気に入ってるシャディクもこういうとこがちで直した方がいいと思ってそう。もうさ気質そのままでリカバリー力上げた方がいいと思うの。帰ってきたグエルはビムと違って協力者がいる状態で暴走してるから。グエル帰ってきて協力者はいるけど作中でちゃんと弱さとか苦しみを分かってくれてる人がいないのが辛いよ。俺らはグエルの苦しみや弱さを知ってるけど。次回に期待だな。不安しかない期待だが。作中人物も自分の苦しみにいっぱいかグエルの苦しみを見ようとする動機がないからなその点弟に期待してたが今回で無理になった。むしろ弟のメンタルをケアする方に回った気がする。辛い。まあ次の主題的に一旦休憩挟みそうだから。グエルが一番弱ってるところを見せたのがテロリストオルコットさんなんだよな。本人的には割と限界でガタガタだった決闘も、なんだかんだ勝っちゃったからみんなそこまで気にしてないのがさ。持っている者側の苦しみが軽く見られている気がする。この問題現実でもあるからな、恵まれてるんだからいいだろって言われると返すことができない。グエルはニクールめで他人のケアをするために徹底的に奪われていった説あって心底ふざけんなと思った。子供のケアは大人がやれ。一クール目から思ってたけどさ、ジェタークの仲間たちや馬先のおっちゃんたち以外からの扱いが悪すぎる。最後の決闘でスレッタに殺されかけてそうなのに気がついてないのはいいのか悪いのか。そもそもグエルの壮絶な体験と苦悩を受け止められるほどの人物がいるだろうかそれなりの人生経験と包容力と強さ。プロスペ。いや、なんでもない。徹底的にグエルのケアできそうな目をつぶすという作為を感じるよ。グエルはグエルよりも状態がヤバい人たち今大ショックだろう弟や血塗られた娘になってしまったミオリネ。持っている人扱いで尺的にも彼の傷は放置されるか雑になってしまうの二択だと思うので視聴者の心がもんぺしやすいのはあると思う。徹底的にグエルがヒーローであることを求められる物語の展開が辛いんだ。ヒーローじゃない部分のグエルの苦しみや辛さを本当にオルコットぐらいしか見られていない。学園に戻ってきっと誰かが、って思っていたら誰もそれどころじゃなくなってしまってさ。ジェターク兄弟は運が悪すぎるだけで本人は悪くないよ。ラウダすっぽかしたのも緊急性が高くて連絡できなかったありそうだし。お前らグエルが持ってるって言うけどな。グエルだって人間だし学生だし子供なんだぞ。みんなそうだろ。恵まれた環境だの御曹司だのってそれでグエル自身の努力やあり方から目を背けないでくれよ頼むよ。だよな、誰が悪いとかじゃないから辛いんだよ。誰もグエルの内心を知らないからこそキービジュのようにまっすぐ手を伸ばしながらどこか一人のような達観してるともうつろとも取れるような表情を浮かべていると思う。この辺突き詰めるとヒーローは誰が救うのか問題になっちゃうんだよな。視聴者には作品屈指の面ぶれ描写でグエル見せてるんだから克服してると心配すんなと言われても気になるよ。スレッタは地球妖精がそばにいてくれたしミオリネもスレッタが助けに行きそうだから相互に助け合える相手がいればな。持っているものだから奪ってもいいなんてことは決してない。グエルは一方的に奪われてもそれでも自分で立ち上がる。冷静になるとさ、こいつって地球にいた時アーシアンシーシアに殺されそうになってるんだよな。お前が死ねばよかったんだ、とか言われてたよな。本当にアーシアンを差別しないのすごいね。シーシアのお前が死んでればって叫びも、シャディクのお前がうまく立ち回れば戻らなければついていながらって勝手な責任転嫁も、まるでスペーシアン代表として戦争シェアリングの罪全部を引っかぶせるような怒りも、望まずとも与えられるお前にはわからないって、とうとう生まれから拒絶されても、ひたすらぶつけられる悲鳴と殺意をそれでも跳ねのけずに全部受け止めてしまうグエルが好きなんだけどさ、やっぱつれーのよ、話を聞こうとするから、
聞いてくれるのがグエルしかいないからグエルに言うんだって別スレで言われてたけど、それを一人受け止め続けるグエルの悲鳴は誰が聞いてくれるんだ、って思ってしまう。グエルってさ、PTSD 発症した時やビムに狙われた時、プロドロスの中身を見た時とか結構涙流してるシーンはあるのに、誰かと一緒にいる時は全然泣かねえんだよな。ヒーローグエルを純粋に応援するにはグエルの弱い面を視聴者は知りすぎてるんや。グエルよりもケアに回れそうな比較的元気そうなのがスレッタと地球寮生くらいしかいない他がしょうがないけどボロボロすぎる。自分や周囲が休むことを許してくれなくても、隣に立って痛みを知る誰かがいるだけで少しは楽になれると思うんだが、グエルにはそれもいねえんだよな。まだ SOS や誰かに守ってほしい気持ちが残ってたらマシグエルは多分シーシアを埋めた時に亡くなった。今回のテロ被害もラウダから攻められるみたいな予想もあるけど、それがなくてもグエル勝手にダメージ受けそう。守りたかった身内であるジェターク寮生が死傷してるし、戦闘開始は自分の到着がきっかけだし。そういうのを含めて英雄の器みたいになってるんだよな。みんなグエルに重い期待を寄せていってるし。よしよしってかこいつの傷も誰かに見つかってほしいって祈りや。グエルに幸あれ。最終的にグエルは自力で PTSD を克服したみたいだけど、誰もグエルが苦しんでいたことを知らないんだ。孤独な英雄って感じまして、それが辛いんだ。グエルは視聴者の自分が思っているより強くて、辛くても一人で立ち上がれる人間なんだと思う。だけどヒーローしているグエルを単純に応援するには、グエルの弱さや脆さを知りすぎてしまったんだよこっちは。生地受け止められるスペックしてるからな。マジで人見悟空としての英雄ルート歩んでる。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメントお願いします。